はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。頂上決戦やりましょうかね。選択チャレね。さあ押しましたボタン。コロンマイリさん、先生取りましたね。先生取ったので、ちゃんとウィップね、これはチャンにしておきます。最初なんでやっぱ防御型を。これはまあイオリかな、さすがに。でクラウザー来ました。 SR3 体、最後は UR。 さすがに2代目出えへんでしょ。やめてよ2代目2代目やめてくれ、やめろ怖いわほんま。さすがにね、今のあのロバート取りに行こうかなって一瞬思ったんですけど、まあ、暴走よりなんでね、やっぱり。で先生も取ってるし、ここはキムでいいかな、チャンよりも。キムと、シコン組めないね、トラがいないから。アンディなぁ、まあ、置こうか、アンディで行こうか。これで行きます。ロバヤン出してる、ロバヤン出してくれてるのは結構いい感じかな。ロバヤンを倒せるチャンスがあるのでね、やっぱり先に出してくれてると。さあこれはテリー、あーそのまま来た、避けてほしかったな。シンゴはスキルは出てる。さあこれは当然このまま行くんですけど、あースキル出ない、ここで出ないから弱いね。なんでクラウザーもイオリも両方出ないかな。これどうしようかね。使わない。使うとシェルミの怒り貯めるので、できれば倒したくないけどやられるかな。あーアンディお兄ちゃん倒しましたね。今のスキルが本当にどっちでもいいんですけど、クラウザーでも暴走でも出てくれたら余裕で使いに行くんですけどね。でロバートを下げに行くんですが、リップ。さあクラウザー結構減りましたね。さあここはロバヤンゲージ溜まりそうやな。ロバヤンってゲージ溜まるの早いんで、これはキムか。まあこのまま行って、そうですね、このまま行きましょう。さすがに出るよねスキル。キムは使いましょうか。キム使ってアンディは使わない、っていうかアンディというかキムだけしか使わない。これで、こうかな。でキムをとりあえず倒してもらってっていう感じですけど、ロバートはもうゲージ溜まってそうやもんな。シンゴ前にした、シンゴ前にして、シンゴたま、溜まってるね。シンゴは溜まってないな。でもこれやと暴走では生き残りますね。ただシンゴの、あクラウザーに来た。シンゴのスキルはきっちりや、きっちりすわ。そしたらそうやね、ここねオロチヤシロ一体出しでもいいかな。ルガールか、チャン出しましょうかね。それかチャン出そう。オロチヤシロはまだいいわ。チャン出して使います。めまい、おおいいね、めまい入った。一人でも入ってくれたらいいっすね、めまいは。でちょこちょこ削りながら全滅も、考えていきましょうか。さあ信号溜まってる。で、シェルミー、あれまた溜まるの、はさっきのターン打ってきたけどやばいねロバートの溜まり速さが。これまた溜まるんじゃない、ほんならスキルも出てるし。マジっすか、オロチヤシロか。じゃあ使います。暴走がこれで溜まりますねゲージ。おいいね、シンゴにめまい。暴走がゲージ溜まって、ビップも溜まりましたねゲージ。さあここはシェルミフラッシュからのブラックフォーク。これはあれか、攻撃力ダウン入ってないですね今のは。そしたら全滅は厳しいかな。八乙女ルガール出してロバートに飛ばしたいですね。ルガールを2分の1で飛ばせるかっていうところですけど、それか、あまあそうか、そういきます、こういきましょう。もうこれ賭けですけどね普通に。ちょっと待てよ、まあアンディ使おう、超劣化弾で。これ暴走は信号の方がいいのか、その場合先にルガールかな。いけ、下わあ、もうマジで引きが弱い、もうダメやって。これはあかんな。もうそしたら暴走こっちに打つしかないね。いやマジかよ。そしたらこの信号も倒したいですけど倒せないか、これは。
が弱いな。今のはロバートに飛んでたら普通に暴走で信号に飛ばしてロバートを倒しに行けたんですけどね。あー、リュウコランボも打たれるよね、こうなると。うん、打たれて、さあこれ耐えろ、オルチャーしろ、耐えた、よしよし、耐えた、耐えて、うん、ゲニは使わない、ゲニは使わない。さあワンヒョウは、うん、めまいなし。そしたら、ヤオタムぶつけましょうか。これでまあ勝てるでしょ、さすがに。イオリからヤオトメをぶつけて、ここはねイオリでゲージ回収かな。怖いな。だからこういって、うん、うわー、もう復活してやがるわ。マジかよ、復活してやがりますわ。これはジョンフン復活とか余計やな。もうなんか全然うまいこといかへんな。ルガールもね飛ばないし、2分の1もミスるし。ルガール耐えろ耐えろ耐えろよ、スキル耐えろ、よし耐えた耐えた。これはさすがに、ビッグに飛ぶなよ、いけ、よし。これでだいぶ回復したね、ルガール。これで、しかもルガールは、ルガールじゃない、お、いいね、ジョン倒しましたよ。ゲニはゲージたまらないでしょ、今のでは多分たまらないと思うんですが、あ、ブラスタイブやめろ、危ねえ、危ない危ない。うわー、やばいか、暴走が。うわーやばいって、これ負けるんじゃないの、これ。またこういこうか。そうやね、超劣化弾は使わん方がいいね、ここは。ちょっと待てよ、こうか、こうか。また復活や、もうほんまクソゲーや、これ完全にクソゲー。ああ、もうほんまにえぐいな。なんかもうすごいね、この展開。マジでこれは。携帯投げるレベルっすね、これは。ほんまに。はあ。もうね、言葉が出ないです。まあまあ、こんな感じでね、本当にうまくいかない時もありますね、こうやって。はい、では頂上決戦、続きやっていきます。さあランクバトルをしました。まあ、あんな負け方したんでね、次は巻き返していきたいですけど、サボタンをしてますが、さらばゆきちさんどういうことや課金しまくってるんかな。他先生取りましたよ。お、クラーク SR クラークで、これはヤシロにしとこか。防御型のヤシロとクラ。さあ UR が出まして、最後は UR、 これは K ダッシュかな。まあ、ギースはね正直強くないので、K ダッシュにしました。さあ、水地じゃない、オロチとイグニスと、あと一体見えなかった。あ、エイジくれた。エイジ、覚醒レオナ。先制取ってるよね、こっち。あ、バネッサ置いても、バネッサ置こうか。バネッサとクーラか、K ダッシュでいこうかな。クーラにしましょう。どんどん削っていきましょうか。これで。バネッサ、スキル出てほしかったな。せめてスキルが。これはパワーゲージたまらないですよね。このまま来た。エイジこのままでいいかな。このまま行きましょうか。このまま行って、いや、ちょっと待てよ。ギースか。うん、このまま行きます。で、暫定ツハは使う。暫定ツハ使って、ここはね、このゲージ回収は、クーラーの方がいいよね。クーラこういって、うん、で、マイ。マイは忍び鉢使ってもロバートとイグニスはゲージたまらないですよね。なのでマイ攻撃したんですけど、サレージングストーム、マイ。これでゲージたまらんでしょ、後ろは。うん、たまらない。さあ、ここはマイで、倒しました、あの、あれを、エイジを。そしたら、まあ、ルガールかな、普通に。ルガール。ルガールよりもヤシロの方がいい？ヤシロにしときましょうか。ヤシロ行って、もう使っていきますよ、ここはどんどん。まずはバネッサ。うわ、なんでこれロバートに飛ぶの？どう考えてもイグニスでしょ、攻撃力。攻撃力、じゃあ HP 高いものは。さあ、まあ使っていきましょう、どんどん。覚醒も使おう。まあ、ギース、でかいですけど、
バネッサのスキル出てるからある程度ダメージ与えれるので、うおーいいねー。さあここは普通にバネッサがダメージを取ってくれるかと。うおーギースがもう1ターンで壊滅してますね。ここは、ロバートとイグニスもゲージ溜まってますね。バイス覇王昇降剣、さあバイスはバネッサに飛んでくれるんじゃないかな。ウィリアン、よしよしよし、これバネッサ倒してくれた。そしたらこれ全滅狙えそうやね。ギースはデカなってるし全滅を狙えそうな感じもしてきたですよね。そしたらね、 K ダッシュ1体だけ出して、こういっとこうかね、こういっときます。で普通に全滅を狙っていく感じで、うん、こういきましょう。さあロバート前に、ヤシロがでも生きるか。ここヤシロは生きるか。あー生きたらね、生きたら全滅よりも普通に行こうかな。もうこんな感じかな。で使います、ヒートドライブ使って、普通にここは全部叩いていきましょうか。こういって、うん、ゲージ回収はクーラーかな。クーラー、ただクーラーやられそうやな。ここでさすがにやれるか。ゲニ、あゲニがいた。オロチか、ゲニか、あと一人誰かわからなかったんですよね。イリアン、さあオロチを先使ってきても、闇洞窟、うん、まあ K ダッシュが生きるのでこの場面は。マロカレー覚醒はやられるね。ワン票出てるね、きっちり。さあ、K ダッシュが生きて、こっちはあと2体いるので、ルガールとクラーク。でも、ルガールとクラークね、ちょっと微妙やな。ここはね、一旦使わんでもいない。普通に。こういこう。こういって、うん。これで、下に下げたとこにクラーク当てれるので。まあ、下げざるを得ないし、あ、下げへんかったらもう家に倒せるのでね、闇洞窟。さすがにこのルガールは一旦耐えるでしょう。なんぼ柔らかい浮いてもね、一旦は耐えてもらわないと。うん。で、ここはルガールのままでいいかな。で、まだ使わない。ルガールだけ使いましょうか。回復入れときたいんで、普通にイグニス倒しに行きます。こう行きましょう。でオロチもたまらないね。今の一発ではさすがに、うん、たまらないの でクラーク前にしましょうか。これでゲニを倒せばいけますね。さあジェノサイドカッターからいこう。こうかな。これでまあ復活しても、うん、まあ復活、あーきっちりや、きっちりしましたが、いけますね。ここはなんとか、あのさっきのゲニでやられたんでね、さっきの試合ゲニでやられたので今回もゲニがいたんですけど、今回はでも復活なかったな。普通に行けましたね。さあヒートドライブで決めていく。まあなんとか勝てましたが、ゲニが本当にね怖いっすわ。もうゲニがちょっとトラウマになってきてるね。まあなんとか今回は勝つことができました。では今回こんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。